のハートは1万ド。過去動画でウルルン攻略した時、夜のシジマってどうやって攻略したの？って意見があったので強くなってる分星を上げてこちらを弱くしました。なおキャラは当時持っていたキャラのみ使用。こちらのレベルより敵の強さ倍率の方が有利です。すっげえ企画を考えたものだな。過去初めて22日目の真実を明かします。いざ参らん。現行のレベルに対して星3なら星1と同等と判断。キャラの形態とか色々ありますが、当時のレベルと比較すると大体こんなものです。攻撃力が全然違うのと、敵が強くなってっつから難しいと思うんだが。はい、メタルはレベルの高いキャラで叩いても、クリティカルが出ないと1のままです。メタルキャラは強くなってるので、かえって難しくなってると結論がつけられます。しかし持ってるクリティカルキャラがもう猫だけなんて、当時よく勝てたものだな。過去動画を確認して、レベルに大きな差異はないことを認識して、挑戦しております。もう猫がクリティカル出さないと、1ずつしかダメージ与えられないから、攻略難易度は高くなるわけだな。当然再生産が遅いので、1回の攻撃の貴重さはものすごく高いです。よく困難で攻略しようと思ったな。どんなに難しくても攻略に必要な要素があれば、挑戦してこその花だったんです当時は。計算、確率といった現代の風習から考えれば非常に無謀だぜ。全くその通りぜ。なお当時の攻略に対して今回の強制攻略は、非常に難しいと言わざるを得ません。そりゃあレベル40あっても基本は第一形態。ジェンヌにしてるから火力は全然違うし、メタルの体力が軒並み高くなってるから、もう猫で決めないと負けが確定している。恐ろしいゲームだからな。デハも猫さんお願いします。1回の攻撃でヒットバックしますが、勝利3回当てれば倒すことができます。確率は 15% と結構高いが、攻撃する前にやられる可能性もあるわけだ。当時狂乱は1体も持ってなかったので、この攻略を再現するのは本当に大変でした。ジュラシッターくらい連れていくのが普通だよな。よくもまあ当時はこんな向こう水な真似ができたもんだ。当然確率ゲーなので、クリティカルが連発した場合は速やかに終わりますが、昨今はどうも発生が悪いのかわかりませんが、この手の攻略方法では勝つのは難しくなってきています。いや、もともとこんな方法使うやつなんかいないから、せめて暴風シリーズでメタル妨害を使わなきゃ難しいぜ。1から始めるシリーズの攻略当時は、まだ有効なキャラを持ってなかったんです。本当にどうしてそこまで急いだんだろうな。ウルルンをさっさと攻略するためとはえ、もうちょっとアイテム使ってもいいんじゃないか。これはできる限り現状の環境で当時の攻略を再現しているので、必要以上の投資はできないんですよ。でも難易度はこっちのが高いんだよな。2回目のクリティカルが出たぜ。メタルの強さ倍率は高くなってるから、多少こちらのレベルが高くても勝つのは難しいぜ。当時の持ちキャラより不利な状況で、勝てた証明が欲しいわけです。ウルルン攻略後の持ちキャラの確認から、それ以前に入手していたキャラだけを選び、間違いなく攻略に必要なキャラだけを使用して、勝てる環境を作っていきます。当然敵の方が強いわけだが、こんな綱渡りをしなきゃいけなかったのかよ。攻略当初は早く制したら成果として認められるんだけど、時間のかけすぎは後の行動に支障をきたすので、早めの処理を心がけたのが当時の挑戦でした。そう必要性はなかったのに無茶したもんだな。なんでも当時は1ヶ月で未来編第3章とウルルン入手。狂乱コンプが当たり前だったみたいでして、3ヶ月で大狂乱コンプできないとダメだったみたいです。それだったら現行のニャンコの方が攻略しやすい環境ではあるな。レアキャラが非常に優秀なのと、ガチャを引く機会が結構あるので攻略しやすいんですよ。しっかしここまで攻略しておいて、クリティカルがもう猫だけってどんだけなんだよ。代わりと言ってはなんですが、使い勝手のいい超激レアを持ってるわけでして、このステージが鬼門には違いありませんが、乗り越えれば相応の対価が得られるわけです。非常にバランスが悪く攻略に適してなくてもかよ。
この時点での逆カバ攻略はそれほど重要視してなかったようですが、逆カオならも猫で十分対応できます。もうちょっと利益を確保できる手段はないのかよ。何を重視するかによってテーマは変わってきますので、攻略が早いからといって成果を上げてるとは言えなくなってきています。もう猫の再生産は約58秒。できるだけ長い時間攻撃に参加してもらって、倒す機会を増やしていかなければいけません。他のメタルはジェンヌだよりだな。でもゴマ様、メタルゴマ様、メタルカバちゃんの順に前に出てきてるので、せっかくの範囲攻撃もメタルゴマ様にほとんど持っていかれます。しかし本当によく攻略できたもんだよな。人はできない時に諦める以外で取る選択肢は一つ、やってのけるだけです。非常に少ない正気でも、導き出せる計算があるのならば、それにかけて攻略するのが実況者ってものです。いや、そこまで求められたら責任重大じゃねえか。もっとこう何かないのかよ。あいにく私の端末ではフレーム単位の攻略は難しいです。すり抜けとかは別の人に任せて、弱小でも攻略できることを証明するだけです。今回は数が揃えられないのが難点だな。ですがこれで決まります。メタルゴマ様がいなくなればなんとかなります。当時の夜のシジマ星1はレベル25で挑戦してたので、アッポネコは30あったと思いますが、超激レアが最高25の時期に星1をクリアしたなら、星3ならほぼ超尻があるのではないかと計算しました。メタルカバちゃんは強くなってるから、もう猫の頭突き以外マイナス要素しかないな。本来ならこのステージはハイエナジーが出る前にクリアするのですが、要素がない以上アプローチを変えるのは一つの手。しかしよくこんなこと思いついたもんだよな。それが実際には別の攻略方法を使ってたのかもしれないんですよ。どういうことだ。もう2年以上前の方法なので、パソコンのデータからわかることは少ないんですよね。ただ言えることは、持ちキャラはこれだけしかなく、当時の攻略を再現するために星3で調整して、キャラもそんなに強くない第一形態をほとんどの面で採用したわけです。第二形態のキャラはどういうことなんだ。体力と攻撃力、敵の強さ倍率におけるステータスの変動から見て、これが調整範囲内だと結論。攻略速度において当時はこうやって進んでいたものと思われます。しかしすごい時間がかかるものなんだな。攻略にかかる時間はもう猫の活躍にかかってますが、今回は20分の長丁場でした。ニャンピュッカはないと熱中症で倒れるな。疑問に対して一つの回答を提示できるようになれば大したもの。暇を見つけて攻略を進めるのもいいものです。今回遅れたのはニャンコ島とニャンチケフェスのせいだな。もらえるものはもらうのが私の趣味です。欲しいものがある場合、攻略の提示より利益の追従が優先されます。2年以上前はこんな方法で攻略してたかもしれないんだな。持ちキャラと軸から推察した一つの結論ですが、安定性はそれなりに確保したつもりです。最後は城破壊で終わりだな。詳しくは1から始める無課金にゃんこ大戦争シリーズの、1日目から30日目を見てください。もう猫で買ってしまったな。持ってたもので買ったことを証明しただけです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次は余裕を見て当時どうやって攻略したかを証明していきます。調査に時間がかかるからのんびりだけどな。